1977年の新生成仮上降場と、周囲約500メートル範囲。上が、朱鞠内方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成新生成駅は、北海道宇流軍幌加内町アザ新生成に、かつて存在した、北海道旅客鉄道新名線の駅である。新名線の廃線に伴い、 1995年9月4日に廃駅となった。所在地名より、当地はもともと渡る雲内と呼ばれていたが、1912年に山形県東村山群生成村からの集団入植があり、その際に故郷の名を取って名付けた。なお、ヤウン内の名称はアイヌ語のヤウン内に由来する。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する。 地上駅であった。ホームは線路の東側に存在した。分岐器を持たない防線駅となっていた。仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎はなかったが、ホーム南側に待合所を有していた。ホームは木造で有効長も短かった。深川方にホームに対し90度の角度で設置されていたスロープを有し、駅施設外に連絡していた。 廃液後、付近の道路の直進化工事が行われて、すべての施設が撤去されたため、2011年時点では全く遺構は残っていない、しんなりうかり乗降場に関するカテゴリー、ありがとうございます。